やっと部活終わったね彼氏くんもう19時かあみんなもお疲れ今日は私たちが鍵閉めとくから帰っていいよえ別にイチャつく気はないよいやいや先生がいないからってそういうことしないよそもそも私ってそういうの疎いしさ <laughs> うんお疲れ あ、はあ、邪魔者どもがよ、さっさと帰れよ。さて、さて、彼氏くん。お待ちかねの二人っきりの時間ですね。早速だけどさ。ぎゅー。<laughs> ああ、いい抱き心地だな。お、おい、何抵抗してんだよ。ああ。 胸が顔に当たって息できねえのか <laughs> お前すっげえ顔赤くなってるぞったくそういうところの体勢意外とないんだよな <laughs> まあ続きは私の部屋でするか <laughs> よしこれで鍵を閉めたからあとは正面玄関を閉めるだけだなあごめん帰る前にトイレ行ってくるわ 先に行っててくれるんカバン持っててくれるのかへえ気が利くんだなじゃあ行ってくる <noise> おい何してんだよ、はあ、妙に気を利かせてくると思ったらそういう魂胆ってわけか。 もしかして探してんのはこれかスマートフォン、学生の出自品を手放すわけねえだろ何しようとしたんだって、まあ少し考えればわかるか。前に脅しで撮ったお前の全裸写真消そうとしたんだよな。まったくよ。少し隙を見せたらこれかよ。 おうおう怯えてんのかんほら、おいで。えあんなにおって、毎回毎回体に教えてもつらいだけだろお前を手放す気はないけどよ。せめて、お前には私を好きになってほしいからな。今日は乱暴はなしだ。ほらよ、今回だけだぞ。 <laughs> ああ,あ,あ簡単に騙されちまいやがってほらううあ,あ苦しいか <laughs> 私の力は波の男なんて目じゃねえからな私に逆らうからこうやって罰を受けてるんだよほらもっと苦しめハッ <laughs> 話が違うって <laughs> そうりゃ私のセリフだろうほらもっと閉めるぞ。うんててめえ何しやがるいきなり喉つくとかありえねえ。あ,あおいそれ私のスマホ。あおいてめえ逃げてんじゃねえぞあああいつばっかだな。 今日は今までの日にならないくらいのお仕置き、受けてもらおうかな。はーい、見つけた。はずいぶん探したぜ。外に逃げられたかと思ったけど、お前なら裏をかいて中に隠れると思ったからよ。 ただよ。なんで逃げ場のない体育倉庫に逃げちゃうかね。<laughs> まあ私としては都合がいいんだけど。じゃあお仕置き。あなんだよ。例の脅し写真を完全に削除したこれで僕に手を出せないってああ。お前、本当にバカだな。 んなもんバックアップがあるに決まってんだろうそれに、SNS の予約投稿にも設定してあるから、たとえお前が私を殺したとしても結局写真はばらまかれんだよ。うふふ、うわ、すっごい絶望的な顔だな。<laughs> ああ、これで終わったわけじゃねえぞ。私のスマホを奪って逃げたバツ。 こりゃあ今までで一番辛いお仕置きだろうな <laughs> やめてほしいああ無理無理今日ばっかりはなそもそもよ私今までで一番キレてるんだよ私の喉をつく真似しておいてよ何もないわけねえだろ 人生でもここまで起こるって経験なかったしな。だからまずはお前の体を痛めつける。徹底的に痛めつける。ん <laughs> じゃあ、さっそく、行く。ふ <laughs> ぅ顔面大ダメージだなー。<laughs> ああ、大量に鼻血出てるぞ。<laughs> ほら、顔出せよ。<laughs> 拭いてもらえると思ったかんな甘くねえよ。ほら、もう一発 <laughs> ってって、やっぱ押し浮きする側も、まあまあな労力だよな。まあいいか。続けるぞ。うらこの、この<笑><笑>あ、これ、骨いっちゃった もう叫ぶ力もねえのか。ああ、ぐったりしちゃってまああ、綺麗なお前の顔がこんなに腫れちゃってるよ。<laughs> はい、チーズ。ほらよ、見てみ。こんな面してんだぜ。ああ、これ背景にしとくか。いや、ふとした時に見られたら終わるよな。<laughs> さーってっと、そろそろ終わりにしてやるよ。んー、じゃあ最後の仕上げな。うらへへへ、<laughs> 記念の腹パンだぞ。あっと、吐いちゃったのかー。ああ、後で掃除しなくちゃだな。ほら、舐めろよ。テメェで出したんだからテメェで後処理しないとな。<laughs> よしよし、言うこと聞けて偉いなぁ。な、今日の宣言まだだったよなぁ。ほら、言えよ。僕は一生あなたのものです。あなたに従い続け、そして全てを愛しますってよ。 はい、よく言えました。お前にこれを言わせる瞬間が本当に好きだよ。<laughs> 辛かったな。よしよし。今日はもう辛いことなんてないからな。じゃ、私の家に行くぞ。まずはその血まみれゲロまみれの体を。 なんとかしないとな。